イタリア戦争、イタリア戦争、イタリア戦争、または、イタリア大戦争、イタリア大戦争、ハプスブルク・バロア戦争、ルネサンス戦争、は、16世紀に主に、ハプスブルク家、神聖ローマ帝国、スペインとバロア家、フランスがイタリアをめぐって繰り広げた戦争である。強行領、ベネツィア共和国、西ヨーロッパのほとんどの国、イングランド、スコットランド、前出のフランス、 スペイン、神聖ローマ帝国も参戦した。戦争の期間は、本校では1494年から1559年としては、いるが、実際には戦争の期間役分けは、諸説あり、必ずしも一定しているわけではない。ミラノ公国とナポリ王国の継承を争いから始めた、この戦争は、やがて諸国を巻き込み、権力と領土を争うための戦争となり、数々の同盟、 対抗同盟、裏切りが行われた。ベネツィア共和国とミラノ公国の間のが1454年に終結した後、フィレンツェ共和国のコジモデメディチとロレンツオデメディチの時代は1482年から1484年までのを除き平和な時期が続いた。フランスオシャルル八世は第一次イタリア戦争に先立って1493年に 新生ローマ帝国と、アラゴン連合王国と、イングランド王国とをそれぞれ締結し、イタリア以外のヨーロッパ諸国との関係を改善した。1494年、フランスオシャルル8世が、バロアイコールアンジュー家からナポリを継承したと主張し、イタリアに遠征。この過程で、メディチ家がフィレンツェから追放された。翌年ナポリを占領するが、教皇アレクサンデル6世。 神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世、アラゴン、ベネツヤ、ミラノが神聖同盟を結び対抗したため撤退する。1499年、フランス王ルイ12世が父オルレアン公からミラノを継承したと主張し、ミラノ出身のジャンジャコモトリブルツィを最高司令官とするフランス軍が侵攻。オルレアン公はビコンティケの血を引いていた。1500年にで、 スフォルサケのイルモーロを幽兵、ミラノ公国を征服。1513年まで。1503年、スペインのコレドバ将軍がナポリを征服。以後、スペインのナポリ総督が支配する。1504年、ブロア条約により休戦。フランスがナポリを放棄。1511年、教皇ユリウス二世が、アラボン、ベネツィア、イングランド、スイスと新生同盟を結び。 フランスに対抗。1513年2月にボスコリ事件でニッコロ・マキャベリが失脚。3月にメディチケから新教皇レオ10世在位。1513年から1521年が誕生。6月6日にミラノからフランス軍が追放される。スフォルザ家が一時復帰。1515 15年、フランス王フランスは一世がミラノに侵攻。 スフォルザ家を追放し、ミラノを支配する。カンブレ同盟戦争でフランスとベネツィアが、強行に勝利したのに乗じて、前年に破門されウルビーノ皇いから追放された、フランチェスコ・マリーア・一世、デル・ダ・ローベレは、強行から広告を返する格策を始めた。1517年の初め、フランチェスコ・マリーア・一世は、ウルビーノでコンノティエーレのフランチェスコ・デル・モンテ率いる。 強行軍を撃退、市民の熱烈な歓迎の下で入場した。強行レオ十世は慌てて一万の軍勢を雇い、ロレンツォ二世で、メディチなどのコンドッティエーレを、ウルビーノに送った。ロレンツォ二世は四月四日のモンドルフ法囲戦で、重傷を負い、トスカーナへ戻ってしまい、大役のは無能で統率がうまくいかず、ポッチボンシで大敗、ペーザロまで撤退した。 形勢有利なフランチェスコ・マリーア・一世だったが、彼は資金繰りに失敗して、ベローナで雇った傭兵に払うお金がなくなった。トスカーナやウンブリアでの戦況も膠着したため和平を模索するようになる。9月、フランチェスコ・マリーア・一世と教皇は平和条約に署名した。1517年に、レオ十世がサンピエトロ大聖堂建設資金のために、 ドイツでの職友状販売を認めると、ルターは九十五カ条の論題で、これに抗議した。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の死後、孫のスペイン王カルロス一世と、フランス王フランソワ一世が皇帝選挙で争い、1519年にカール五世が神聖ローマ皇帝に即位して、スペイン王を兼ねた。ハプスブルク家とバロア家の間には、以前から確執があったが、 フランスはハプスブルク家に両側ドイツスペインから挟まれる形になり重大な脅威を受けることになったためフランスは戦略上イタリアを確保することが必要になった。異教徒であるオスマン帝国の存在や折から始まった宗教改革もこの混乱に輪をかけた。イタリア各国も利害が相反してしばしば対立して一致して対抗することなく ハプスブルク家あるいはバワ家と結んだため、付け入る隙を与えることになった。16世紀のイタリアは、ルネサンス文化の最盛期でもあるが、外国の圧迫を受けて国内が分裂し、時には戦場と化していたことになる。1521年以降、バロワ家、フランスとハプスブルク家、神聖ローマ帝国、スペインがイタリアをめぐり争った。1521年、 強皇レオ十世、メディチケ出身は神聖ローマ皇帝カール五世と結び、フランス支配下のミラノを攻め、奪還。1522年のロドス包囲戦で、ロドス島の西洋派ネ騎師団とベネツィア共和国の連合軍がオスマン帝国に敗北する。ドイツのウミン戦争、1524年から1525年。1525年2月24日、パアの戦いで、 フランス王フランソワ一世は捕虜となりマドリードに遊兵される。1526年捕虜となっていたフランソワ一世はカール五世とマドリード条約を締結することを余儀なくされ釈放される代わりにイタリア、フランドル、ブルゴーニュへの請求をすべて取り下げた。1526年5月22日、教皇クレメンス七世は神聖ローマ帝国の 勢力の増大を憂慮し、コニャック同盟を結成する。同盟の成員は、強皇領、フランス王国、イングランド王国、ベネツィア共和国、フィレンツェ共和国、ミラノ公国だった。1527年、コニャック同盟に、報復のため新生ローマ皇帝軍がローマを攻める、ローマ略奪。ローマは蹂躙され、強皇庁は屈服する。一方、ローマ略奪のが伝わると、 フィレンツェからメディチケが追放される。1529年、ジェノバがカール5世の支援を受け、フランスの支配下を脱する。ボローニャにイタリア諸国、メディチケ追放中のフィレンツェを除くが集まり、カール5世に服することを決める。オスマン帝国のスレーマン一世による第一次ウィーン包囲、9月から10月。貴婦人の和訳でフランスは賠償金を支払い、イタリアを放棄。 10月1530年、教皇クレメンス7世がカール5世に退官式を行う。フィレンツェが皇帝軍に包囲され、凄算な戦闘の末に敗北。メディチケが復帰する。メディチケはハプスブルク家との結びつきを深め、フィレンツェの支配体制を確立する。こうして、イタリアにおけるハプスブルク家の優位が確定する。これ以降も、 フランスとの戦闘は続くが、覆ることはなかった。フランスは一世は、カール五世に対抗するため、カトリックであるにもかかわらず、ドイツのルター派、プロテスタント諸公を支援し、異教徒のオスマン帝国皇帝スレーマン一世とも、密かに同盟を結ぶ。1532年、フランスがシュマルカルデン同盟と同盟。1535年、ミラノ公が死去した。 フランチェスコ二世に後継ぎはなく、カール五世が、ミラノ皇妃、クリスティーヌとダヌマルクの母の兄に当たるためミラノ皇を、継いだ。当時は、民衆もイタリア諸国も反対しなかったが、カール五世のコフェリペが公国を継承すると、フランスは一世はイタリアに侵攻した。フランスの大将は1536年3月に、ピエモンテへ進軍、翌月トリノを落城させたが、 ミラノの包囲は失敗した。カールは反撃して、プロバンスに進行。X イコールアニコール、プロバンスまで軍を進めて156年8月に占領したが、フランス軍はマルセイユへの道を塞いだため進軍が止まってしまった。その後、防御を整えたアビニョンを攻めず、スペインへ撤退した。一方、イタリアにおいて、フランスは一世の軍勢は、ピエモンテで補給して、 ジェノバへ進軍していた。また1536年の外交努力でオスマン帝国との同盟を結び、年末にはマルセイユでフランスイコールオスマン連合艦隊が集結し、ジェノバを脅かしていた。艦隊がジェノバを砲撃する一方フランス陸軍がジェノバを包囲するという作戦案も定められたが、フランスとオスマン帝国にとっては不幸なことに、 1536年8月に連合軍がジェノバに到着する頃には、ジェノバの守備が大幅に強化されていた。その代わり、連合軍はピエモンテで荒らし回り、多くの城を占領した。1537年、バルバロス・ハイレッティンがイタリア海岸で海賊行為を繰り返した後コルフを放置したが、あまりフランスの助けにはならなかった。カール世は・は初戦で不利だった上、 フランスとオスマンとの二正面作戦の危険もあるため、結局折れて1538年6月18日に、フランスは一世とニースの和訳で戦争を終結させた。フランスをフランスは一世は再び、オスマン帝国のスレーマン一世と同盟を締結、1542年7月12日に、新生ローマ帝国に宣戦線復刻し、ミラノは、またしても、戦争の口実となった。 フランスは一世は、自身の最後となるイタリア侵攻において、マズワに取りかかった。1543年8月22日、バルバロスハイレッディン率いる、フランスオスマン連合艦隊はに勝利して、ニースの町を占い、続いて、城塞を包囲した。城塞の軍は1ヶ月内に救出されたが、キリスト教とイスラム教の軍勢が共同して、キリスト教との町を攻撃することは、 当時において考えられないことだった。したがって、フランスは一世としても、オスマン軍の役割を軽く扱う必要があった。しかし、彼はその政策をさらに進め、トゥーロンをオスマン艦隊の投影用に、バルバロスに貸し出した。アンギャンハク率いるフランス軍は1544年4月14日ので、勝利したが、ロンバルディアへさらに深く進軍することはできなかった。 同年6月4日、でヒキーる帝国軍がフランスのイタリア洋兵隊を撃破しことで、イタリアにおける戦いが終わった。フランス本土では、イングランド王ヘンリーパッセイが1544年7月14日に、華麗に渡り、すでに進軍していたイングランド軍と合流、そのままは7月19日に始まった。この頃、カールは資金不足に悩まされ、 さらに宗教問題にも対処しなければならなかった。カールとフランソワの代表は1544年9月18日にデクレピーの馬役に署名した。1545年9月までに戦争が完全なステイルメイトとなった。どの国も兵員と資金の不足に悩まされ、ドイツのプロテスタント諸公に支援をこうたが失敗した。結局、最後まで粘ったヘンリーパスセイも折れ。 1546年6月7日の和訳がフランス代表とイングランド代表の間で署名された。1547年3月31日、フランスは一世が死去し、息子のアンリ二世が即位する。1551年、アンリ二世はカール五世に宣戦布告、イタリアを再征服し、ヨーロッパでの覇権をハプスブルク家から取り戻そうとした。 フランスはまずロレーヌに侵攻、ある程度の成功を収めたが、続く、フィレンツェ公国への侵攻は1553年に止められた。フランスは1554年8月2日にで退廃するが、フランス語話者が主流なメス、トゥール、ベルダンは併合に成功した。戦争の最中の1556年、カール5世は神聖ローマ皇帝からもスペイン王からも退位した。 神聖ローマ皇帝は、カール5世の弟フェルディナント一世が継承。スペイン王位は、カール5世の息子フェリペ二世継承した。すなわち、カール5世の大位はフランスを包囲したハプスブルク帝国を分割させた。これ以降、神聖ローマ帝国とスペインの結束は、カール5世の同訓連合時代の緊密さから、だんだんと勘なっていく。この時点で、 戦場はイタリアからフランドルへと移り、フェリッペ2世はサボヤ港、エマヌエーレ・フィリベルトと共に1557年8月10日のを戦い、フランスに対象した。しかしフランスはサン位コール簡単での敗北の後に元気を取り戻し、戦闘を再開した。1557年にイングランドが帝国側で参戦すると、フランスは1558年1月に、 陥落ささせたたらににフラランンンススはネーデルラントにおけるスペイン軍を撃破した戦争はもうしばらく続くかと思われたが、その終わりは突如訪れた。1557年、スペインとフランスは相次いで破産を宣言した。さらにフランスはユグノーにも対処しなければならなかった。アンリ二世は1559年4月3日の加藤、カンブレジ条約受諾を余儀なくされた。 条約により、アンリ2世はイタリアへの請求をすべて取り下げる。これによって、イタリア戦争は、完全に終結する。フランス王、アンリ2世は1559年7月10日に、平和を祝って行われた馬上やり試合で、致命傷を負い、15歳の息子フランソワ2世が多いを、次が、フランソワ2世も1560年12月5日に、死去する。フランスは、 混乱に陥り、1562年にユグノー戦争が勃発したこともそれに拍車をかけた。イタリア諸国は二等国にされ、ミラノとナポリはスペインハプスブルク家の支配下に置かれた。イタリア戦争はレオナルド・ダ・ヴィンチの作品にも影響を与えた。彼は1495年に巨大な馬と呼ばれる銅像を制作する計画を立てたが、 この騎馬像制作のために用意された17トンのブロンズ、フランス王シャルル八世のミラノ信仰に対抗するために、1494年11月に大砲の製作材料に流用されてしまった。1515 15年の,の後、ダヴィンチは、フランス王一世に招かれ、フランス王一世の居城アンボアーズ城近くのクルーの館が邸宅として与えられ、死去までフランスで過ごした。レオナルドが、 フランスは一世から受け取った年金は死去するまでの合計額で一万スクードに上っている。イタリア戦争では軍事技術と戦術の大きな進歩が見られ、歴史家の一部にはイタリア戦争を中世と近世の分け目と見る者も,もいる。イタリア半島は大部分が外国による支配の時代と呼ばれる境遇に陥ってしまう。ルネサンス時代には先進国であったが政治、社会的には 立ち遅れた状態になってしまう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。